はい、どうもこんにちは、リセです。今回ですね、前回に引き続きダヴィンチリゾルブで使えるこれだけは知っておきたいポイントについて説明していこうと思います。はい、で前回はですねエディットページ編だったんですけど、今回はですねカラーページ内で使える7つのポイントについて説明していこうと思います。はい、では早速やっていきましょう。はい、では早速やっていこうと思います。はい、で一番最初1つ目のポイントを説明していこうと思います。一番最初はですね、この自分で作ったノードをですね全部無効化、もしくは1つずつですね無効化していこうと思います。で例えばこの1個目のノード、自分はプライマリーカラーホイールでいろいろと編集したんですけど、これだけを無効化したいときにはこの01ってところをこうクリックしてあげると無効化になります。で他にもですね02だったり、あとは03トーンカーブの部分を無効化したいときはこの3番の番号を押してあげると無効化になります。でまたもう一度ですね押していただくと戻るので、はい、やってみてください。で、全部無効化したい場合はオプション D を押してもらうと全部、はい、こういった風に無効化になります。はい、これがですね1個目のポイントになります。次ですね2個目を説明していこうと思います。こういったですね動画を、カラグレし終わった後に、ここのですね左上の画面だけじゃ少し小さすぎるので、こういった場合はですね P ボタンを押してもらうと、はい、でこうやってですね、はい、全画面で見ることができます。でまた P ボタンを押してあげると戻ります。はい、はい、これがですね2つ目のポイントになります。はい、サクサクですね言っていこうと思います。3つ目説明していこうと思います。3つ目はですね、このカラグレし終わった映像、このですね作ったノードを保存したいときはこの映像の上で矢印を持ってきてあげて、ダブルクリックもしくは右クリックをですね押してあげると、このグラブスチル、スチルを保存ですかね、日本語ではで出てくると思うので、これを押してあげてください。するとこのギャラリーに出てくるので、これをですね別のクリップにこう当ててあげると、はい、こういった風に前のですね動画で作ったノードがこちらでも、適用されるといったことができます。はい、こんな感じですね。これがですね3つ目になります。はい、次4つ目に行こうと思います。はい、で4つ目なんですけど、4つ目はこの一番最初の映像と2番目3番目だったり、違う映像をですね、比較してあげることができます。例えばカラグレが合ってるのかとか、色がですねちゃんと合ってるのかどうかっていうのを、確かめたりすることができます。はい、でやり方がですね、このギャラリーを押してあげて、さっき保存してあげたやつをクリックしてあげて、あとはですねこの映像の画面上の左上のですねイメージワイプっていうのを押してあげます。するとこういった風に半分ずつですね映像が出てくれます。であとは、別のですねクリップを押してあげると、こういったように違う映像で比較することができます。でこうやって違う映像にですねまたこの保存したノードを渡してあげるといったようなことができます。こういったふうにですね比較することができます。ちょっとこっちが暗いなとか、こっちが明るすぎるなとかいった、比較することがですねできます。はい、これがですね4つ目のポイントになります。はい、次ですね5つ目に移っていきたいと思います。で、5つ目なんですけど、さっきの4つ目みたいに2つだけじゃなくて3つ4つといったふうに複数の映像を比較してあげることができるので、それについてですね説明していこうと思います。今回ですねこのクリップの1、2、3、4をですね比較していこうと思います。そういった時にはコマンドを押しながら1から4まで全部押してあげて、もしくはですね1を押してシフトを押しながら4まで押してあげると4つ選択されるので、ここからですね右クリックでこのですね Add into current group を押してあげてください。はい、でこれだけじゃまだ比較できないので、
ここをさっきのですねイメージワイプの右側を押してあげます。はい、するとこういった風に、4つのですね映像を比較することができます。あとは2つ目のクリップを選択してあげて、さっきの映像の濃度を足してあげる。で、あとは3つ目とかですねにこういう風に足してあげて、色がですね3つともおかしくないかとか、3つともあまり変化がないかとか、色温度とかですねホワイトバランスみたいなところが、合ってるかどうかみたいなことを、比較することができます。はい、そしてですねまたこの中に、他のですね映像を追加することもできます。これをまた右クリックもしくは2本指でクリックしてあげて、この同じやつですねアートインテカレントグループを押してあげると、はい、こういった風に5つ動画を並べることもできます。1個減らしたいときは逆にまた右クリックを押してあげて、で、リムーブフロムグループを押してあげると、はい、こういった風にさっき減らしたいと思った映像が抜けてくれます。これがですね5つ目のポイントになります。はい、で次6つ目なんですけど、6つ目はノードのですねポイントになります。ここですね、皆さんですねこの映像にノードをつけたい時っていうのは普通にここにノードをオプション S で足してあげてっていう風にやってると思うんですけど、このスペースだけじゃなくてもう一個ですねここにスペースがありまして、タイムラインがですね、はい、こういった風にあって、でここにですねまたノードをオプション S でプラスしてあげて、でちょっと大げさにやりますけど原因をこうグーって上げたりすると、他のですねクリップにもこういった風に適用することができます。はい、でもう一回消して、はい、ノードを全部消してあげた後にこの1個目じゃなくて2個目のですねタイムラインに移ってあげて、でオプション S でノードを増やしてあげて、でここにですねさっき作ったノードを入れてこうやってあげると全適用になります。はい、こういった風にですね全部にノードを適用することができます。はい、これがですね6つ目のポイントになります。はい、では最後7つ目をやっていきたいと思います。はい、7つ目なんですけど、皆さんですねあまり馴染みのないポイントになると思います。ここのですねマジックマスクってとこを説明していこうと思います。はい、でここをまずクリックしてあげてノードをですね1個増やしてあげます。でこのスポイトプラスってなった状態でこの被写体をですねこういった風に青の線で、はい、塗っていってあげます。はい、でここのですね2枚ですね正方形が重なったものを押してあげるとこういった風に選択されます。はい、皆さんですねこういったマスクとかでこう一回一回囲んであげてってしてたかもしれないんですけど、このマジックマスクはこういった青の線で大体ですね選択してあげるとこういった形で被写体をですね選択することができます。でここからですねこのですね再生マークを押してあげます。するとですねこういった風にトラッキングが始まりますので少し待ってあげてください。はい、でこうするとですねこうやってマスクがかかった状態のままトラッキングもしてくれます。こんな感じですね。はい、でここを外してあげて、で色をリフトをこうガーッと上げたり、こんな感じですね色を変えたりしてあげると、はい、マスクを選択したとこだけこんな感じで青くなったりしてくれます。はい、おそらくですねここのマスクを使って一回一回ですねこう被写体を囲んであげてっていった風にしてたと思うんですけど、このですねマジックマスクを使うとしっかりですね被写体を選択してくれますし、もうすぐですね青い線でピーって引くだけですぐ選択してくれます。はい、これですねものすごい楽なのでやってみてください。であとはですね違うですね使い方もできたりします。例えばこのノードのページ内で右クリックもしくはですね2本指で、タップしてあげると、このアットアルファアウトプットっていうのが出るので、これを選択してあげてこのですね青いポイントと青いポイントをつなげてあげます。はい、この被写体だけがですね切り抜かれる状態になります。はい、そしてこれを上に上げてあげて
この別のですねクリップを下に置いてあげると、はい、こういった風にちょっとですね面白い映像になったりもします。で他のクリップにもやっていこうと思うんですけど、このプラスのスポイトを押してあげて、こういった風にですね適当で大丈夫です。はい、すると選択してくれます。でまたですね違うポイントを選択したいときは、こういった風に選択してあげるとプラスで選択してくれます。であとはこのマイナスとかを押してあげると、こういった風にマイナスは、選択していたポイントがですね消えてくれます。はい、ものすごくですね使い方が便利で簡単なので、はい、これもですね覚えておくとすごくいいと思います。以上のですね7つのポイントを覚えてもらうだけで編集のスピードも上がると思いますし、アレンジのですねレパートリーも増えてくると思うので、皆さんもですねぜひ使ってみてください。はい、今回はこれで以上になります。ありがとうございました。